ロデーブは、フランス、奥下にー地域圏、エロー圏のコミューン。ガリア語のルティバ、ルティアに由来する。ラットマイナスとは沼地を意味し、防衛に設備時のマイナスエヴァがついて、泥の土地を意味する。ロデーブ周辺の赤い地層ロデーブの中央山地に属する自治体域は、山地の南京に位置づけられている。町は、エロー川の支流レルグ川の狭い谷にあり、 ラルザック高原の麓である。町は、デスカレット峠へ向かって登っていく前の宿場の役割を果たした。ロデーブのペルム期の地層は、粘土岩や赤い砂岩が交互に重なり合っている。サンフィルクラン制度、ロデーブには、ボルカエ族の本拠地があった。その後ローマ都市、ルテバとなった。ルテバのオッピドムは、地中海ケルト人居住地の一つだった。都市はやがて、 ムニキピウムに昇格した。ロデーブは、アルルからスペイン方面へ向かうサンティアゴの巡礼路の宿場町となった。フランス革命まで主教座のあったロデーブは、ルイ15世時代は織物産業の中心だった。パリにある国立ゴブラン食工場とともに、国内で2カ所しかない王立のタペストリー工場であった。ありがとうございます。